経済音痴と言われるような人がいるんですね、世の中にはたくさん。理論とかそういうものを一切知らないし分かってないので、その自分なりに考えた間違ったそのまあなんていうんですか、とんでも理論みたいなものをもとに歴史をねじ曲げて解釈しようとするんですよ。ニューディール政策が戦争の原因だったみたいな論文を書いて発表してるんですね。これどういうことか。本当のニューディール政策はデフレをなんとか退治するために公共事業をバンバンやるっていう政策ですよね。金吸って公共事業やると、金吸って公共事業やったから戦争になったんだみたいな言い方をするわけです。ほら、ニューディール政策が戦争の原因だったっていうのは日本風に置き換えると高橋是清のせいで戦争が起こったっていう言い方になります。バカがいるんですけど。でこれは誰がやってると思います、ね、現日銀総裁、断るごとに記者会見で言ってるのが高橋是清がお金を吸って公共事業やったんで日本は戦争に突っ走ったというふうなとんでもない嘘を言ってるんですね。1936年に高橋是清226事件で亡くなってるんですよ。でちなみに日銀引き受けやったのは1931年ですから、ね、引き受けやってから戦争起こるまで10年もタイムラグがあるわけですよ。1929年、昭和、世界恐慌ありました。これはインフレだったのか世界恐慌は大デフレなんです。すごいでしょ。でも第一次大戦が始まる前、世の中は金本位制だったんです。だからまあおのずとその抑制的な通貨発行になるようになってたんです。ところが戦争始まっちゃったんで、こんなことやってたら軍備増強するのに金足んないじゃないですか。だからもう金本位制やめちまえって、もう全世界やめちゃったんですよ。金本位制やめて、じゃんじゃか金吸って戦争ドッカーンってやって、で戦争終わりましたと。で終わったらもうとんでもなく金吸っちゃったんで、あのドイツでまあその後ハイパーインフレ起こったりとかいろいろありますけれども、結構ちょっとすりすぎだということになって、じゃあそろそろ金本位制の時代に戻りましょうかと、平和になったしということで、本当は戻らない方が良かったんですよ。吸ったなら吸ったなりに生産力を上げてそれをカバーするべきだったんですけど、まあ、第一次大戦が終わって、まあ、1919年ぐらいからですね、経済失勢が続くわけです。デフレですよ、大デフレ、グローバルデフレが襲います。でグローバルデフレが来てる時に日本国内でデフレ政策をやっちゃうと、ますますデフレになって景気悪くなるじゃないですか。関東大震災が起こって、で関東大震災が起こった後、もう大財政政策やって、で資金はもう日銀にもう金すらせて、同じこと言ってた人ですよ、後藤新平さんって人が、もうとんでもない大風呂敷広げてこれでやれっていうのをやってたんですよ。ところが財源がとかわけわかんないこと言い出して、それをやらなかったんですね。需要がすごくあるのに、その需要を支えるだけの、お金ですよね、お金が足らなくて、でまあそのデフレを助長してしまうということがあります。それからその震災手形っていうのが発行されて、渡辺銀行が今日潰れてると聞いてましてみたいなこう出現をしちゃって、例の昭和金融恐慌っていうのは起こっちゃったりとか、金本位制が素晴らしいっていうこうまあドグマですよね、そういうものにとらわれていて、で金本位制に戻そうっていう運動が世界中で起こるんです。じゃんじゃか吸った金を回収しなきゃいけないじゃないですか、ね、お金を減らさないと昔のレートで戻れないですよね。資金吸収をやったんですよ、全世界で。でお金の量をガーッと減らしたんですよ。お金の量が減ったら何が始まるかというとデフレですよね。なので世界デフレが襲ったわけです。1929年、株が大暴落したんですけど、その前に金本位制復帰したことが実はこの大恐慌の原因なんです。日本を滅ぼす総理大臣浜口雄幸とですね、日本を滅ぼす、大蔵大臣井上淳之助、この二人がですね、もう金本位制はグローバルスタンダードだと、ね、金本位制復帰待ったなしだと、グローバルスタンダードにさえ復帰すればこの国は復活するんですと。すごいですね。でこれを小説仕立てで書いたのが男子の本懐というですね、反日小説なんですけれども、これとんでもないですよね、はい、金本位制に復帰するってことはますます金の量を減らすってことじゃないですか。でしょ、世界中デフレなのに日本も国内で金減らしたら日本もデフレになっちゃいますよね。1929年にもうニューヨークで株の暴落が起こってるのに、その翌年、ね、正月早々いきなり金本位制復帰しちゃったんですよ。で結果どうなったか、物価だだ下がり、 40% ぐらい物価下がる、で為替も鬼のような円高、企業バンバン潰れるわけです。でおかしいと、これどういうことだっていうことになって、で最終的にあの例は満州事変絡みでですね、まあ、井上淳之助はまあ最初に大蔵大臣からまあ降りてですね、まあ、浜口雄幸も撃たれちゃったりとかして、なので実は世界デフレが起こって、そのせいで世界中が景気悪くなった、まさに今と同じ状況だったんですよ。でこの世界恐慌から一番最初に脱出した先進国があります。皆さんご存知ですか。そう、我が国日本ですよ。日本が世界恐慌から1931年、たった2年で奇跡の復活してるんですね。これをやり遂げたのは大蔵大臣だった高橋是清さん。やはりね、明治生まれの人はとても賢いですよね、はい、
彼は日露戦争の時にロシアに勝つためのですね、資金調達をした国の英雄ですけれども、再び日本を救ったんです。で、彼は何をやったかというと、金の量が減ってデフレなんだから金すりゃいいじゃんということで、金本位制をやめて、で、日銀に国債をバンバン買わせて公共事業やったんですよ。そしたら日本は2年で復活しました。ところが、この日本の復活をよく思わない奴らがいたんですね。はい。なんですけど、まあ、込み入ってるんですよ。はい。日本がだってそんな強くなって困るじゃないですか。だって日露戦争負けてね、リベンジしようと思ってるんですよ、スターリンは。スターリンはね、日本に対して日露戦争の借りを返すっていう気持ちで頑張ってるわけですよ。帝国陸軍は強いし、帝国海軍も半端なく強いと。謀略戦を仕掛けたわけですね。日本のマスコミとか、それから日本のまあ大学生、いわゆるその、自称知識人たちを使ってですね、とんでもないその、まあ、反米反英キャンペーンをやるんですよ。に、陸軍のナイーブで、ね、で、いつもこうなんか、大蔵省とか衆議院にいじめられて予算取れないとか言ってる人がいると、ね、俺たちに自由にやらせてくれたらいいのになってやつがいるわけですよ。大丈夫ですよと。ね、官僚統制国家を作りましょうと。ね、軍が、ね、この日本の前衛になって、この国を導いていきましょうみたいな、こう、いいことを言うわけですよ。まあ、この、陸軍の中にいたですね、ソ連と仲のいいお友達がいっぱいいたんですね。ソ連のお友達が陸軍にいっぱいいたんですけど、こういう人たちが、いわゆるその、国粋主義者を偽装してですね、天皇新政を求めるクーデターですよね。天皇新政ってのは一番皇室を危機にさらすんですよ。そして、天皇というのはまあ権威なわけですから、これは美濃部先生の天皇機関説でいいわけですよ、ね。政治闘争には一切手をつけない。で、政治の争いは選挙でやって、勝ったやつが、今から私が治めますが、日本をよろしいですかと聞くと、はい、治めてくださいと。天皇陛下をおっしゃるだけで、それ以上のことは一切やらない。で、これを、その、天皇機関説を否定するですね、国体明朝説なる、その、まあ、左翼理論をですね、偽装右翼たる大川周明が、まあ、喧伝するわけですよね。天皇が全ての政治的な力も持ってるみたいな言い方をするわけですよ。でもそんなことしたら、戦争負けた時に戦争犯罪人とかになって、皇室滅びてしまうかもしれませんよね。最も皇室を危なくする、その天皇新政を求めたクーデターというものを、1936年に起こしてしまう。これが226事件なんですね。実は。で、ちなみにですね、この226事件のメンバーは、もともと桜会という団体に所属していて、夜ごとに、料亭に行ってはですね、クーデター防御をやっていた連中なんです。10月事件だ、3月事件だと、まあ、クーデターごっこやって、で、その度鎮圧されてたんですが、515あたりから本気でやるやつが出てきて、で、このお金一体どこから出てきたのか知ってます？桜会の資金というのはですね、実はレーニンさんという方にね、いただいた資金だそうなんですよね。で、桜会の依拠している思想は何かっていうと、社会主義ですね。国家社会主義と言ってますけど、国家社会主義は社会主義ですよ。はい。国家社会主義は皇室いらないですからね。自由もいらないですから。それから、いわゆる計画経済でいいわけですから、彼らはね。私有財産制もいらないわけですからね。まあ、完全に社会主義です。北一揆自体もあれですからね、尾崎細見と同時期に上海にいた男ですから、で、北一揆のその、まあ、日本改造大綱というのに書いてあるんですけど、まあ、これ何を読んでも、社会主義政策でしかないです。偽装するために、その天皇新政っていう言葉を、まあ、天皇を利用した、まあ、社会主義のプロパガンダの一種だと思います。まあ、ね。それから、いわゆる昭和研究会ですよね。ね、西園寺金和とかですね、尾崎細見、細川香六、ね、もうそういうもう、左翼オールスターズみたいな連中がいた団体ですよ。で、関東軍っていうのは、本来、ソ連の侵略から日本を守るために、満州に駐留している軍隊じゃないですか。ですよね。ソ連は関東軍邪魔なんですよ。売国総理大臣が日本を間違った方向に導くために、間違った敵を設定して、間違った方向に盛り上げようと。で、まあ、近衛文麿の、まあ、仮面の戦争屋ですよ。盧溝橋事件でっち上げて。で、4日後にもう停戦してたのに、近衛文麿が、ね、大使派兵表明というですね、もうこれから中国本気でやっつけますみたいな声明を発表するんですね。で、翌日の新聞記事にバーンとトップで載るわけですよ。で、それを見て国民党の当局者は、なんだ日本やる気じゃねえかと、停戦協定を打たせたんだなということで、そこから大戦争が始まるわけです。小競り合いがあって、4日後には停戦してた話を、日中大戦争へと拡大させたのは、実は、近衛文麿なんです。ソ連と戦争されたら困るんで、蒋介石と永久に戦争してくださいと。徹底的に戦争を煽って、本当はソ連と戦うはずだった関東軍を、中国との戦争の泥沼に導くわけです。しかも、どこまでやったら勝ちっていうのはないんですよ。まあ、盧溝橋事件終わりなき泥沼へと。ね。祖国、ソ連を守るために。ソ連の防波堤、関東軍を中国に、ね、中国国民党とぶつけて消耗させましょうみたいなことをやってたんです ね。ロシアふざけんなこの野郎とは言わなかったらしいですね。そして日本にいた尾崎穂積、元朝日新聞記者ですけれども、尾崎グループってのは何者かということですね。で、こいつらは、まあ、シナ事変、まあ、そもそもシナ事変をですね、まあ、日中全面戦争へとフレームアップした近衛文麿の仲間で、その後何度も停戦のチャンスはあったんですね。
その度ごとに蒋介石との交渉を妨害していた連中です。この山本茂春ってのはもうとんでもないやつですね、はい、ほとんどもう茅野さんという方が仲介してですね、ほとんどもうなんか停戦にこぎつけられそうだと、蒋介石と和解できそうだっていうところに行ってたのに、汪兆銘政権の代表者を連れてきて、近衛文麿にもう蒋介石政権相手にせずって言わせちゃうんですよ、はい、もうなんかねすごいジャーナリストの鏡みたいにプロパガンダされてるやつですけど、これもう売国ですね、このやつはね。まんまとはまって、はい、蒋介石やっつけました。でも蒋介石やっつけても日本はまだまだ強いと、これじゃまずいなと。でしかもそんなことやってたらヒトラーがいきなり裏切ってスターリン攻撃してきたんですよね。ますます焦って、このまま日本に来られたら本当にそれが終わってしまうと、どうしようと、そうだアメリカと戦争させればいいんだと、はい、でルーズベルトの周りにも昭和研究会みたいなのがあって、でその周りにいたやつがほとんど、まあ、ソ連のスパイだったっていう、ハリー・デクストア・ホワイトという男も覚えておいてください。こいつもとんでもないやつです。これは確かアメリカの財務省の副長官ぐらいまで行ってて、もともとハルノートのハル国務長官の秘書で、彼はハルノートの原案を書きました。もともとハル国務長官は非常に穏健な内容のハルノートを用意していたんですが、ハリー・デクストア・ホワイトは秘書の分際でですね、それをもっと強硬な我々が知ってるあのハルノートの内容に書き換えたものを用意しました。ルーズベルトはホワイトが書いた方のノートをハルノートだと言って出すわけですよ。でもハルは全然そんなんじゃないんですよ。あれホワイトが書いたんですよ。ハリー・デクストア・ホワイトもやはりソ連の、まあ、ホワイト機関なる、まあ、そういうスパイグループの一味だったということが判明しております。でまんまと騙されて、はい、対米開戦への道へと進みます。全く恐ろしい話だなと思います。日本も、まあ、戦時統制に名を借りた社会主義体制という状態に、まあ、どんどん落ち込んでいくということになります。でコルホーズみたいな時代入りますよね。戦争終わるまで、ね、自由に服を着るなと、ね、全部官僚が統制しますと、ね、エネルギーも何も割り当て制だと、配給でしょ、社会主義じゃないですかこれ、なんで気づかねえんだろうこんな簡単なことにと思って、いわゆる国粋主義者と言われていた連中はこういう社会主義政策をバンバン進めるんです。それもそのはず、やってたやつは全部社会主義者なんですもん。社会主義者が偽装転向していろんな企画員とか、それからその共産主義者が戦争に反対したとかね。彼らはそんなあれですよ、フォークギター弾いてなんか純粋に反戦運動やってた連中じゃないですよ。共産党の活動やってたやつら分かってんですかね。全然そういうことはやらないですね。なんか知らないですけど左翼はね戦争に反対してるとか、そういうわけわかんないこと言うんですね。ただまあ大多数というか、まあ、まあ大体こう戦争をむしろ煽った方にいたのが左翼です。それでも8月15日に革命が起こったというね、これまあ我々は脳内革命と呼んでるんですけども、日本の、まあ、いわゆるそのまあ権力中枢にいる連中をアメリカとの全面戦争によって徹底的に弱体化させると。で一旦敗戦させた後、その敗戦の混乱に乗じて革命を起こすというのがこの敗戦革命テーゼというものです。あ、小林滝次さん、なんかコミンテルの活動されてる方ですよねみたいな感じで、これが滝次の仲間で政府の中にいたやつね、いっぱいいますよね、風見明とかね、ね、いろいろそういう連中は皆さん戦前は国粋主義者として、ね、もう死ぬまで戦えと、ね、ソ連以外の国と日本は死ぬまで戦えみたいな運動をしてた人、ね、一億玉砕とか言ってた連中ですけど、戦争終わったらですね、化けの皮自ら剥いで、ね、社会党左派や共産党の大幹部になられた皆さん いっぱいいらっしゃいますよね、この国はね。戦争終わった後、 GHQ という名前のソ連の手先たちがですね、よく覚えておいてくださいね、 GHQ の中の人はソ連の人です。アメリカの国籍を持っていますが、ソ連の情報源だった。実は日本国憲法を書いたやつはコミンテルンのスパイだったんですよね。トーマス・アーサー・ビットソンという男がいます。この男は日本国憲法の草案を英語から日本語に翻訳した男です。トーマス・アーサー・ビットソンは GRU というソ連の諜報機関の長年の情報源でした。アドバイスってのはこれイギリスの慣習法上あるやつで、その内閣がアドバイスしたことは、まあ、王様はですね、まあ、日本の場合天皇ですけど、天皇は必ず OK しなきゃいけないと。で逆に内閣がアドバイスしたことを OK するだけなんで何の責任もないんですよ。帝国憲法の仕組みを知っていれば、天皇が東京裁判にかかるなんてことはありえない話なんですけど、まあ、大川周明あたりがですね、国対明朝説みたいなアホなことやってしまったんで、そういう隙を作ってしまって、で最終的にはその皇室と引き換えに我々はこの間違った日本国憲法というものを受け入れざるを得なくなったという、まあ、非常にですね恐ろしい陰謀がずっと続いてるんですね。つまり日本とアメリカの戦争っていうのはコミンテルンの手先たるハリー・デクスター・ホワイトによって始められ、そして終わった後、憲法改正という総仕上げはトマス・アーサー・ビットソンというコミンテルンの手先によって仕上げられたと。そして GHQ の中にいたいわゆるニューディーラーは皆様アメリカ共産党というですね、まあ敵国組織ですよのメンバーでございました。アメリカの国益に全然そぐわないソ連のための活動をする団体になってしまいました、ね、第二次大戦の勝者は誰か、真の勝者は一時的にはソ連、東欧は石化完全成功、ね、中国石化完全成功、
おまけ北朝鮮までゲットということで、もうバンバン剤ですね、ソ連ね。アメリカ本当に勝ったんですか？アメリカ本当に勝てました？ヨーロッパ参戦しましたけど、まあ救い出した東欧はですね、ソ連にまんまと霞取られちゃいましたよね。ソ連軍がなんであそこまで戦えたかというと、ハリー・デクスター・ホワイトを中心に大規模な武器援助、財政援助してたんですよ。結果的には中国大陸を失い、ね、まあ、要は、まあ、満州特になくなっちゃいましたよね、はい、で全然得してないですよね。やばいと、ね、間違った敵を攻撃させるっていうのがコミンテルの得意技なんですよ。私たちは反ファシズム闘争をやっていますと、ね、だから私たちに協力してください。全世界の自由主義者と社会主義者は団結してファシズムを倒しましょう。ある一定の目標が達成するまではそいつを利用すると、これ大変その左翼が得意とする戦法なんですが、人民戦線方式というので、まあ、利用していくと。でアメリカはまさにその人民戦線で利用されてしまったと。意を持って意を制ですね。つまり敵国同士を戦わせて、まあ、弱めてしまうと、ね、で戦争終わって2年ぐらいしたらそれに気づいたんですよ、ダレス国務長官で人は。あのハリー・デクスター・ホワイトはそのことを、あの共産党を裏切った人たちがですね、アメリカの議会で証言して、お前はスパイだろうというのは査問が行われるんですね。アメリカ上院かなんかで非米活動委員会というのが行われて、そこに呼ばれるんです。ホワイト、お前スパイだったんじゃないかって尋問を受けるんですよ。で尋問を受けた2日後だか3日後だかに、高層ホテルの窓から飛び降りて自殺してるんですね、まあ、大変こういう恐ろしいことがありましたが、まあ、保守の人には評判がいいか悪いか分かりませんが、池田勇人さんというですね、あの首相が強力な内閣を作ったことによって日銀の力っていうのはぐーっと抑えられるんです。そのことによって実は日本は高度経済成長を達成するんですね。でそのシナリオを書いた下村治さんというのが本来の大蔵省の本流の理論を語っている人です。でそれにことごとく反対して隙あらば金融引き締めってやってたのが実は日本銀行なんです。もうこいつら歴史的にとんでもない連中なんですね。